内田彩 J カントリー。皆さんこんばんは、内田彩です。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都から生放送でお送りする30分です。さあ皆さん、12月も年末になってまいりました。まあ、もうすぐしたらクリスマスですけれども、まあなんやかんや言うてお正月にねなっていくんでしょうね。忙しくしてはりますか？もう年末ドタバタしてはるでしょう。でもね、今日お休みですね、祝日。まあまあ働いていらっしゃる方もいらっしゃると思います。ゆっくり暖かいところで聞いていただけてたらなと思います。私内田彩はね、この先週の放送から今日までの間、結構ね名古屋の方でライブが多くてですね行ってたんですけれども、先日めっちゃ雪降ったじゃないですか。まあ、あの雪の日の前日とかでめちゃくちゃ寒くて、めっちゃ寒い中でのライブ、まあその日はね屋内だったんですけれども、で先日雨降った日の寒い日は屋外でライブしてたり、まあ高架下で、まあ屋根があったんでね大丈夫だったんですけれども、まあまあなんか最近は極寒の極寒の中でライブさせていただいて、それに来てくださるお客様も本当にね感謝感謝です。ありがとうございます。寒い中皆さんも風邪ひかないようにね、はい、してください。まあ2月からの内田のライブはおそらく暖かいところで聞いていただけるのが多いので、はいね、暖かいところで聞いてくださいね。さあさあさあ、こんな私内田彩とリスナーの皆さんとで番組作っていきたいと思います。生放送でお送りしてますからね、皆さんからのメールもどんどん紹介していきますよ。今日のテーマは乗り物の思い出です。まあもちろんいろんなねそれぞれ の乗り物の思い出ももちろんですけれども、これからお正月だとか、まあ帰省ね、帰省の時期だと思うんです。そういう時に何乗って帰ったりしますか？普段車やけど今回はちょっと電車で帰ろうかなとか飛行機乗ろうかなとか、まあいろいろそこら辺のお話なんかも聞かせてくださいね。いろいろお待ちしております。メールアドレスはaya@kbs.ne.jp、 全部小文字で aya@kbs.ne.jp。 ファックスは075-431-2300、 075-431-2300番です。たくさんのメールファックスお待ちしております。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様にラッキーペニーキーホルダー、アメリカでゲットしてきました。日本では買えません。このキーホルダーいろんなね州のバージョンがあるんですけれども、ぜひ集めてくださいね。ラッキーペニーキーホルダーと、そして蚊に刺されにくくなるシューバグダグ、こちらをセットにしてプレゼントしておりますので、住所やお名前もお忘れのないように書いてメッセージ送ってきてくださいね。それではこの後6時まで内田彩とお付き合いください。内田彩 J カントリー。この番組はセブンティーセブンブラックウォーターの南洋ホールディングス株式会社の提供でお送りします。内田彩フィフスアルバム NEXT PAGE J カントリーワールド、日本のメロディーとカントリーミュージックとを融合させた J カントリーの世界をさらに堪能できる一枚がお値段リーズナブルに登場。アメリカブランソンのベストミュージシャンたちと奏でた懐かしくて新しい J カントリーの世界を今あなたのもとに。フィフスアルバム NEXT PAGE J カントリーワールド、税込み1000円。詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトをチェック。 J カントリー、 内田彩 J カントリー。改めましてこんばんは、内田彩です。さあ生放送でお送りしておりますよ。今日のテーマは乗り物の思い出です。皆様からいろいろとメッセージ来ております。私ね、内田彩の乗り物の思い出といえば、あのね小学校の頃から何かと通学はね乗り物に乗っておりましたね。小学校中学校は市バスで、高校は京阪、あ、自転車乗って京阪、そして大学は JR とバス
とかね、なんかなんだかんだ結構いろいろ載ってますね。徒歩圏内での学校っていうのは今までなかったのではい、いろいろまあ載ってるなと振り返るとね、はい、まあ、皆さんのメッセージどんどん紹介していきたいと思いますね。ラジオネームアッキーさん、あやさんこんばんは。こんばんは。乗り物の思い出は東京での朝の通勤です。以前東京で仕事をしていた時、新宿を通って通勤をしていましたが、新宿までの電車の車内はぎゅうぎゅう詰めで身動きができない状態、クタクタになりそうでした。さすが利用者日本一の新宿、あの通勤ラッシュはもう味わいたくないなと思いましたと、ね、体浮くんですよね。ね、人と人とで体浮くんですよね。本当毎日それで通ってらっしゃるサラリーマンの皆様、お疲れ様でございますとしかも言えないですね。ねえ、大変だと思います。通勤はね、だいたいこう朝同じような時間帯になって、だいたい皆さん同じ車両に乗るから顔をだいたい覚えていてね、この駅でこの人が降りるからここの前に立っといて、この人降りたらここ座んねえみたいな、結構そういう争いがあるみたいですよね。いや、皆様本当にお疲れ様でございます、通勤。はい、ラジオネーム街中スキップさん、乗り物の思い出といえば、沖縄旅行の際に初めて登場して以来のジェット機です。座席に着くと最初は乗用車程度のスピードで走り、ライトに照らされた滑走路に整体するとものすごい轟音とともに失踪して、離陸するまでの感覚は旅先そのものよりも印象的ですと。すごいですね。もう G がすごいかかるんですかね、ジェット機って。乗ったことないですけどね、ちょっと一回乗ってみたいですね、その感覚。旅の思い出よりもそのジェット機の思い出の方が印象強かったっていうぐらい、まあまあそんだけインパクトがねあるってことですよね。なるほどね。ラジオネーム昔七さん、今ピッカリンさん、ありがとうございます。あやさんこんばんは。こんばんは。彦根は18日の雪まだ残っていますよ。そうなんですか、18日の雪。私もまあ名古屋行ったらめっちゃまだ雪残ってましたけど、京都もね降りましたもんね。まあ、彦根の方結構降ったでしょうね。足元気をつけてくださいね。はい、思い出の乗り物、通学の時の市電。油の染み込んだ板張りの床面の匂いやビロードの座席、懐かしいです。昭和40年頃の話です。ビロードの座席ね。なんか電車ってレトロな電車乗るとなんかね、その時代にもちろん自分自身がいなくてもなんか懐かしい気分になりませんね。なりますよね。自然ね。ラジオネームカモ大好きかっちゃんさん、私が小学生の頃、40年近く前、まだ京都市内には市電が走っていました。この方もそうですね。市電が接近していることを知らず、その前に飛び出してしまい、危うく引かれかけた際、鼓膜が破れそうなくらいの、汽笛ですね、汽笛を鳴らされ、間一髪セーフというのが人生で一番の乗り物の思いです。怖い、危ない、気をつけて。飛び出したり引かれたりっていうの、交通事故もねあります。私も小学校の時ね、交通事故実はあったことがあって、自転車に乗ってて左折の車にトラックに、まあ、ゆっくりだったので本当にまあポンと当たった程度だったんですけども、まあ、パタンとね当たっちゃってね、まあ本当にね、あの時は多分私自身も青信号だったけども、そんなね小学生でもバババーと自転車こいでちゃってたんでしょうね。だからまあそれからちゃんとこう曲がってくる車もしっかり見ようと小学生ながら思いまして、はい、まあどの大事には至らなかったんですけれどもね。ね、皆さん運転されてらっしゃる方も、もちろん歩いてる方も、自転車の方も気をつけてくださいね。暗いところはね特にまた危なくなりますから、夜はね。はい、ラジオネーム敬礼爽やかさん、あやちゃんこんばんは。今日も楽しく聞かせていただいてます、ありがとうございます。幼い頃、家族でデパートへ買い物に行った時など、両親はお中元お歳暮の買い物であちらこちらと走り回ってる間に、私と祖父母はデパートの屋上遊園地で10円を入れると縦横に揺れる電車や車に乗って遊んでいました。今から考えると、その乗り物のどこが面白かったのかなと思うのですが、それより祖父母と遊んだことが今では大切な思い出となっています。いや、ちっちゃい時ね、屋上のデパートの屋上のね遊園地、小さいね遊園地ね、何でもなんか楽しいんですよ。その縦横に揺れるだけで何が面白かったのかなってまあね、大人になるとそう思うかもしれないですけれども、私もなんか乗ってましたね、パンダの
なんかあったじゃないですか、あの動くやつでかいパンダの上に乗ってゆっくりゆっくり動くやつね。うん、まあ、そんな思い出が今となってはね、良き、まあ、乗り物の思い出といいますか、まあ、いい思い出に、ね、なってくるんですよね。おじいちゃんおばあちゃんと遊ばれたんですね。今って屋上で遊園地って、まあ、まああるんですかね。最近ってどうなんでしょう。まあ行ってないから分かんないんですけど、うん、まあ、今は10円じゃなくて100円ぐらいいるんでしょうね。はい、ラジオネームこの方トワイライトムーンさん。妻と付き合っていた頃、途中で私が熊本に転勤になり、遠距離恋愛の交通手段としてブルートレインや飛行機を利用し、お互いに大阪、熊本を行き来しデートしたことが懐かしい思い出として残っていますと。あら素敵じゃないですかね。あの恋愛にこういった乗り物っていうのはね、話にありますよね。なんでしょう、ドアがガチャンって閉まってこう窓越しにバイ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 みたいな、まあ、ドラマの見過ぎですかまあでもね、本当に結構駅とかでもそんなカップル見かけませんね。最後のこの、あ、もう寂しいってこうギューってこう抱きしみ合ってるカップルとか、ドアが閉まっても本当にずっとこう見送ってる彼女彼氏とかね、見かけますもんね。うん、まあ、そんなところがまたこう歌詞ができそうな、まあ、私のあの楽曲の帰り道、まあ、ラストトレインという曲ね、まあ、結構そんな感じの歌詞ではあるんですけれども、最終電車に乗ってあなたのまあところからまあ帰っていくみたいなね、その曲もあるんで、またよかったら聴いてください。はい、そしてトワイライトムーンさんのリクエストに答えたいと思います。全然帰り道じゃないんですけれどもその曲じゃないんですけれども、今からお答えする曲はですね、最新アルバムあなたのいた町のアルバムの中に入っております。最近ミュージックビデオが YouTube にもアップされました。この曲を聴いていただきましょう。内田彩で風に乗って。
内田彩 J-Country メールあや @kbs.ne.jp ファックス 075-431-2300 メッセージリクエスト待ってます。内田彩 J-Country KBS 京都ラジオから生放送でお送りしています。内田彩 J-Country、リスナーの皆さんからどんどんメッセージが届いております。今ね、番組ではラッキーペニーキーホルダーとシューバグタコをねセットにして毎週抽選で3名様にプレゼントしてるんですけれども、ラジオネーム元祖ピーターさんからこんな嬉しいメッセージ届きました。この方はですね、今年ラッキーペニーキーホルダーを当ててもらって本当にラッキーなことがありました。僕は自営でちっぽけな会社を経営しているのですが、売上は悲惨な状態でしたが、ラッキーペニーキーホルダーをもらって以降、売上は上がるし社員も増えるし、おまけに仕事に追われるような状態で以前とは真逆で嬉しい悲鳴を上げています。これは間違いなくあのキーホルダーの効果ですね。しかし忙しくなってラジオがほとんど聞けなくなってしまい、そのあたりがちょっと残念なのですが、とはいえあやさんの歌をしょっちゅう聴いて元気をもらっているので頑張れますと。いや嬉しい嬉しい、よかったです、ラッキーペニキーホルダーありがとうって私も思いますよね。そんな感じで皆さん、ぜひメッセージ送っていただいて、キーホルダー当ててラッキーゲットしてください。本当にね、結構こういうメッセージたくさん皆さんからいただくんですよ。本当にね、ラッキーは舞い込みますよ。はい、いや嬉しいな、ありがとうございます。さあさあ、今週のメッセージテーマはですね、乗り物の思い出ということでメッセージ紹介していきますね。ラジオネームシカ金魚さん、乗り物の思い出はたくさんありますが、青春18切符ですね、大阪を深夜の12時に出発して姫路で一晩明かして始発に乗って熊本に行きました。着いた時は夜になっていました。トイレのある電車とない電車があって、ない電車に乗るのは辛かったです私もね、青春18切符で大学時代とかね、まあ、学生の時はもう本当にね、まさにまあ青春18切符と言わんばかりに、まあお金がなくてね、遠いところに行く時は結構お世話になりました。はい、本当にその切符で早朝に出て、その日のうちに帰ってくるっていう、名古屋までだったかな、どこだったかな、あれどこ行ったのかな忘れたけど、その時もねすっごい雪が降って、で帰れなくなったんですよ。その最後の終電に、まあ、この電車に乗らないと帰れないってやつに間に合わなくて、で友達結構ね、結構な人数で行ってて、10人近くで行ってて、全員で路頭に迷うっていう、途中の大垣ぐらいで、うん、確か大垣だったと思うな、で足止めを食らい、なんかみんなでレストラン、ファミレスで夜を明かした思い出がありますね。はい、そんな思い出が今蘇ってきました。ラジオネームパープルさん、乗り物といえば私は飛行機に乗ったことがないのです。あやさん、飛行機が離陸するときって怖くないですか？どんな感じですか？主人は旅行が好きだったのでよく連れて行ってくれましたが、大抵は主人が運転する車で行っていました。昨年は娘と初めての二人旅で伊勢志摩へ行きました。近鉄特急で行きましたが、車内でお弁当を食べながらゆっくりと景色を眺めながらの旅もいいですね。電車の旅もいいなということでね、電車、私も電車好きです。ゆっくりガタンゴトンガタンゴトンってこう景色をじーっとね、ゆっくり眺めながら、あえて普通列車とかに乗ってみたりして、時間があるときはね、うん、そういったところでもこういろんなこう想像力が湧いたりするんですよね。では飛行機の話ね、そうそう飛行機の話結構来てまして、この方ラジオネームヒロさん、初めての海外旅行オーストラリアに行き、帰りの飛行機で着陸した時、あまりの衝撃で上から荷物が落ちたり酸素マスクが降りてきてちょっと怖かったのを思い出しました。あやさんは海外に行くことが多いのでエピソードありますか？っていうのとね、あとひーちゃんさんは、この先突然の揺れの恐れがあり、乗務員の安全確保のため機内サービスを中止させていただきますとアナウンス数分後、まるでジェットコースターに乗っているような上下左右の激しい揺れに襲われ、機内は静まり返り、正直もうダメかもと思いました。こんな時も笑顔のキャビンアテンダントさんがちょっと怖かったですということでね、私もアメリカに行く時はもちろん飛行機で行っているんですけれども、これまでで一番怖かったのは乱気流で、揺れますってなってシートベルト締めてくださいって、おー来た来た来た、ガタンガタンガタンってなって、コップの水がちょっと浮いたなみたいな結構ですかねそれね、浮きましたね、ちょっとこう中の水がヒュッて水だけ上に浮いてるみたいな、だからシトーンって結構落ちたんでしょうね。でもね、
私意外と冷静でして、やっぱり飛行機に最初何回かしか乗ったことないときはランキル怖かったんですけど、最近はもともとジェットコースターとか絶叫系の乗り物が好きっていうのもあるのかもしれないんですけど、意外と動じずに、はい、ジェットコースター気分でね、最近も結構ちょっと乱気流でね、いろいろあったみたいなんですけれども、まあ飛行機を信じて、はい、いつも結構落ち着いて乗っております。はい、大丈夫です、大丈夫です、はい。この方はですね、ラジオネームイケイケちゃんさん、この方は子供の頃は母の実家である大分県に毎年帰省していまして、その際にはいつもフェリーに車乗せて利用したもんですと。フェリーね、まあ、フェリーでゆっくり帰るのもいいですね。なるほどね。この方ラジオネームゆみこさん、この方一番思い出に残っているのは新幹線です。東海道新幹線が開通してすぐ職場の旅行で新大阪から熱海まで乗りました。新幹線はスタートをするときに静かに滑るように動き始めるとのことで、駅を出るときを楽しみにしていましたが、本当にスーッと静かに動き始めました。ずいぶん前のことで楽しい思い出です、ということでね。あ、この方ミュージッククラスロード見ましたよ。ミズリリバーいい曲です。景色も綺麗ですが、あやちゃんの笑顔が可愛いと思いました。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。そうそうそう、今ね、KBS 局テレビの、ミュージッククラスロード音楽交差点でね、私の楽曲ミズリリバーのミュージックビデオがオンエアされておりまして、次の放送は27日土曜日のね5時半からの回で、他も28日29日とちょっと連日続きますので、また詳しくはブログの方時間アップしてますのでチェックしてください。あ、いろいろメッセージ来ておりますけれども、引き続きこの後も内田や J カントリーお付き合いください。内田や J カントリー、内田やアルバムあなたの歌マジ、日本のメロディーとカントリーミュージックを融合させた新ジャンル、 J カントリーの歌姫内田彩。そんな内田彩が6枚目のアルバム「あなたの痛ましをリリース。アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田彩6枚目のアルバム「あなたの痛まち」、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。内田彩J Country KBS 京都からお送りしています。いかがでしたか、内田彩 J Country。 さあ、ここでですね、いろいろとライブのお知らせがございます。まずは、まあ、ライブと言いつつ、その前に KBS 京都テレビの方でですね、まあ、さっきのねミュージッククロスロード音楽交差点で水リリバのミュージックビデオがオンエア中、そして、ポジポジ卵ね、毎朝やっております、平日10時半からやっております。こちらの天気予報のテーマソングとしてワンワールドがオンエア中ですので、ぜひ聴いてみてください。さあ、ライブですよ。もう来年のお話になります。まず2月の8日日曜日に京都オープリーカントリーミュージックコンサートが京都駅の近くにあります京都府立テルサホールで開催されます。10時15分からのスタートでね、ちょっと出演時間はまだ未定となっているんですけれども、もうたくさんのカントリーミュージシャンたちが出演されるこのコンサートに私も出演させていただきます。前売りチケットが3000円、当日3500円となっておりまして、前売りチケットご予約の方はですね、番組の方にメールもしくはハガキで、前売りチケットの予約ということでね、お名前、電話番号、そしてチケットの枚数をしっかり記入の上送ってきてください。はがきの方は、郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオ内田彩 J カントリー宛てまで送ってきてください。お願いしますね。そして2月14日、まあ2月ね、いっぱいライブあるので、はい、ゆっくり整理しててくださいね。2月8日は京都オープリーのミュージックコンサートで、そして14日土曜日バレンタインの日です。バレンタインの日は内田彩ハッピーバレンタインライブが名古屋の大須 L サイズで決定しております。なんとこの日はですね、3時からと7時からの2回公演となっております。2回あります。はい、どちらも1個の方でもいいですし、どっちも来ていただいたらさらに私は喜びます。はい、もういろんなね衣装着させていただいて、楽曲もそのライブごとにちょっと違ったりなんかして、はい、バンドでもお送りしたり、アコースティックでもお送りしたり、楽しみに
楽しんでください。各公演ですね、前より2500円となっておりまして、ベッドドリンク代が500円となっております。現在チケット発売中で、チケットピアやローソンチケットのとこでも発売しておりますので、はい、チェックしてください。ぜひ遊びに来てくださいね。そして2月28日土曜日、2月の最後の日ですね、最後の日に内田屋アコースティックワンマンランチライブ in 京都ということで、木屋町の三条上がるにありますモダンタイムスさんというライブハウスで、2月28日土曜日お昼の11時オープンで12時スタートで、皆さんランチを食べていただきながらアコースティックのライブということでね、ギターのジョーさんと私内田屋だけでお送りしたいと思います。まあ普段ラジオでね、あのライブをやってるじゃないですか、スタジオライブ、そんな感じでたっぷりお届けしたいと思います。これはですね、チケットがなくても当日会場にて1000円になっております。あとベッド2オーダーね、まあランチなのでね、はい、フードはオール500円なので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。さあ、そして内田屋 CD 欲しいよという方は、大垣書店イオンモール京都店の CD コーナーに内田屋の CD 置いてあります。ネットの方では Amazon や iTunes でも販売しておりますよ。はい、さあさあ、来週のメッセージテーマですけれども、もうすぐでお正月ですね、ということでメッセージテーマはざっくりとお正月、はい、どこに行く、何食べるも何でもいいですよ。お正月に関することメッセージお待ちしております。詳しくは私内田屋のオフィシャルブログの方にも書いておきますし、KBS 京都のね、この番組ホームページの方にもアップしておきますので、皆さんメッセージ送ってきてください。はい、メールアドレスはaya@kbs.ne.jp、 ファックスは 075-431-2300 番です。メッセージ送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様にラッキーピニキーホルダーとシューバクタクプレゼントしますよ。たくさん今週もメッセージありがとうございます。ラジオネームしろちゃんさん、やすべえさん、ブラックミポラさん、ほかっちさん、琵琶湖の不老長寿さん、マリッペさん、月光の男さん、モチャリスタさん、森山塾さん、この方彦根城太郎さんなどなど、本当にありがとうございました。また来週5時30分お会いしましょう。内田屋でした。内田屋 J カントリー、この番組はセブンティーセブンブラックウォーターのナインオホールディングス株式会社の提供でお送りしました。